トナイトです。この際もご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日の動画なんですけども、先ほど、はい、DJI からですね、新たなドローンが発表されました。本日はね、そちらを紹介していきたいと思います。 DJI Mini 4 Pro でございます。約2週間ほど使わせていただきまして、その魅力をですね、ふんだんに味わってまいりました。僕はね、 DJI Mini シリーズなんですが、初代 DJI Mini からですね、こちら、はい、DJI Mini 2、そしてですね、こちら、はい、DJI Mini 3、はい、とですね、使ってきまして、DJI のモデルの中では小さいモデルになるんですけども、小さいながらですね、ものすごい性能がいいので、使用頻度というのは高いんですね。そして今回発表されましたのはこちらですね、はい、 DJI Mini 4 Pro でございます。早速ですが、レビューしていきたいと思います。まずボディから見ていきましょう。はい、相変わらずのサイズでございます。やはりですね、小さいです。ミニ3になって重さが 249g になりました。ミニとミニ2に関しては 199g だったんですけども、2022年6月よりですね、日本国内のドローン規制が変わりまして、200g 以下でもですね、ドローンの規制の対象となりました。ドローンの規制が変わって 199g でもやはり申請であったり、まあ、規制の対象になったので、であればという発想だと思うんですけども、少しね、重さを加えて、まあ、性能面であったりバッテリー持ちというのをですね、伸ばしていきました。まあ、あとはですね、まあ、欧州のドローンの規制に合わせてこの 149g にしてるんじゃないかなと思います。まあ、今回のですね、 DJI Mini 4もですね、 249g となっております。前作のミニ3 Pro とですね、外観を比較していきましょう。ほぼ同じなんですが、少しアップデートされておりまして、まずはですね、この両前足スタンドがつきました。まあ、ですので、まあ、離陸時であったり着陸時がですね、安定性が増した気がしますね。あとはこちらの障害物検知センサーの見た目も変わりました。より広範囲に障害物を検知してくれるようになりました。障害物検知センサーというのが DJI Mini 3 Pro と比べまして性能が向上いたしました。ついにですね、このミニシリーズにも全方位障害物検知センサーというのがつくようになりました。ですので安全面というのが本当にね、向上したと思います。実際ですね、この全方位障害物検知センサーをね、使って飛行させてみたんですけども、そのね、精度というのは素晴らしかったですね。進行方向にこう向けていって、まあ、進行方向に例えば壁であったり、まあ、障害物があったとしますよね。まあ、設定を迂回にすると、その障害物を避けてそのまままっすぐ飛んでくれるっていうシステムなんですけども、その精度がね、抜群でした。まあ、滑らかにですね、迂回して避けて、スムーズで滑らかな映像撮影ということができるようになります。あとは裏面、胸あたり見ていきましょう。はい、この部分にですね、まあ、暗い場所での離陸であったり着陸の際に非常に便利な照明が搭載されました。はい、カメラ性能も見ていきましょう。カメラのセンサーサイズは DJI Mini と同様の 1.3 分の1インチ CMOS センサーが搭載されております。画素数は4800万画素でございます。この小さい機体に 1.3 分の1インチセンサーが搭載されていて、まあ、なおかつですね、4800万画素が撮影できるっていうのはね、本当に驚きですよね。焦点距離も据え置きで 24mmF が 1.7 固定でございます。まあ、ですので、まあ、暗い場所で撮影するときっていうのもですね、まあ、非常に明るく撮影ができるので、ここもね、嬉しいポイントだと思います。まあ、ただですね、この F1.7 固定というところはちょっと注意することがあるので、後ほどですね、詳しく話していきたいと思います。そして DJI Mini 3 Pro と同様に 4K60p で撮影することができます。はい、こちらが 4K60p で撮影した映像でございます。いかがですかね。この映像の質をこの小さな機体で撮影できるっていうのも相変わらず驚かされました。そしてここも進化ポイントなんですけども、スローモーション撮影ということができるようになりました。ミニ4 Pro はですね、なんと 4K で 100fps で撮影することができます。こちらの映像をご覧ください。非常にですね、滑らかなスローモーション撮影ということができるようになりました。あとね、ここもね、非常に嬉しいポイントなんですけども、まあ、映像をね、本格的にやっていきたいっていう方はここのポイントね、押さえておいた方がいいと思うんですが、 4-2-0 の10ビットで撮影することができます。
この10ビットで撮影できるってね、まあ今まで僕いろんな場面で話してきたんですけども、まあざっくり説明しますと、8ビットと10ビットの違いっていうのは、簡単に言うと階調数であったり色情報っていうのが非常に豊富になりました。まあですので本格的にですね、映像をやるときに、まあ基本的には色っていうのは後から編集するんですね。まあその際に編集が非常にしやすくなります。あとはですね、こう階調が非常に豊かになるので、グラデーション部分っていうのが非常に綺麗に表現することができます。ちなみにミニ3プロもですね、アップデート後に10ビット撮影することができるようになりました。あとはですね、 HDR 撮影ということができまして、まあいわゆる白飛びであったり黒飛びっていうのがね、しにくくなります。でこちらもね、進化ポイントなんですけども、 DLOGM でですね、撮影することができるようになって、いわゆるログ撮影ということがね、できるようになりました。ミニ3プロも HDR 撮影ということはできたんですけども、このログ撮影ってね、できなかったんですよ。まあ、このログ撮影すると何がね、いいかというと、まあ、よりですね、色編集っていうのがしやすくなります。実際こちらがですね、はい、DLOGM で撮影した元映像素材なんですけども、こちらをですね、編集すると、例えばこんな感じであったり、こんな感じ、はい、こんな感じなどなどですね、まあ雰囲気に合わせた色編集っていうのがですね、非常にしやすくなります。まあ自分好みのですね、カラーグレーディングというのが非常にしやすくなりました。前回のね、ミニ3プロから搭載されたこの機能、もちろんですね、こちらのミニ4プロにも搭載されております。はい、こちらです。縦向きで撮影することができます。最近 SNS 用の動画って、どちらかというとこう縦動画っていうのがね、主流になってまいりました。まあもちろんですね、横で撮影した動画を、まあ、縦にクロップして SNS で使うっていうこともできるんですけども、やっぱりですね、そのカメラ性能を最大限に生かすってことは難しいんですね。それをですね、このカメラが縦になることによって、カメラの性能を最大限に発揮して撮影してあげることができるんです。まあ、ですのでね、これは非常に便利な機能だなと思います。あとはですね、皆さんにね、ここは注目していただきたいポイントなんですけども、はい、最新のアクティブトラック360度という機能が搭載されました。このアクティブトラック360度のトラッキング精度というのが非常に高くて、大幅に性能が向上いたしました。迅速に被写体を自動認識して、例えば被写体を見失ったとしても、トラッキングルートを再構築してくれます。ちなみになんですが、このアクティブトラック360度に先ほどご紹介したスローモーション撮影 4K の 100fps をですね、同時に使用することができるんです。なので、まあ早い動きのものでもこうトラッキングさせて、なおかつですね、スローで撮影することができるので、非常に面白い映像をね、撮影することができます。あとはですね、こちらマスターショットというのもね、もちろん搭載されておりまして、まあ、誰でも簡単にプロのような映像を撮影することができます。ドローンで撮影するときって、なかなかですね、こういった映像を撮影するのってテクニックがいるんですけども、このマスターショットを使えばですね、まあ、誰でも簡単に本当にプロが撮ったような映像というのを撮影することができるんです。あとはですね、パノラマ撮影も搭載されておりますし、タイムラプス、ハイパーラプスなどなどですね、映像制作には欠かせない機能も搭載されております。もちろんですね、映像っていうのも非常に素晴らしいんですけども、写真もですね、本当に綺麗なんですよ。そして最大飛行可能時間っていうのが45分となっております。まあ、実はですね、前回のミニ3プロよりも飛行時間っていうのは若干落ちたんですけども、まあそれはですね、4K100fps っていうね、モードが増えたりとか、まあ機能がですね、やっぱり増えたので、それだけですね、バッテリーの消費量ってやっぱ増えるんですね。まあなので、飛行時間が短くなったのも致し方ないかなと思います。そして映像伝送距離というのが最大で10キロとなっております。で今からする話ってね、興味ない方はね、飛ばしていただいて大丈夫なんですけども、まあ、映像をきれいに残したいであったり、まあ、これから本格的に映像をやるっていう方には、これはね、ちょっと押さえておいてほしいポイントがあるので、ご説明していきたいと思います。このミニシリーズですね、本当に性能も高くて映像もきれいで、まあ、写真も撮れますし、飛行時間も長い、本当に素晴らしいんですけども、僕が思う唯一の弱点っていうのが、 F 値が変更できないことなんですね。まあ、先ほどですね、 F1.7 固定と言ったと思うんですけども、なので F 値っていうのは調節することができないんですよ。でこれ変更できないとどんなデメリットがあるかというと、
まあ、特に映像なんですけども、基本的に映像ってフレームレートっていうのがあるんですが、フレームレートに合わせてシャッタースピードって決めるんですね。例えば 30fps30p で撮影した場合ですと、シャッタースピードはその倍の60分の1で撮影するっていうのがセオリーなんです。人間の目で見た時に一番違和感なく映像を表現できるっていうのが、まあ、いわゆるこの、まあ、フレームレートが 30p であればシャッタースピードは60分の1にしてあげると、まあ、一番ですね滑らかに見えると言われているんですね。まあ、そうすると何が問題になってくるか、これで F 値がいじることができれば、こうレンズがこう絞られるので明るさっていうのは F 値で調節してあげることができるんですけども、これが固定になってくると明るさというのを調節することが難しいんですね。特にですね、この F1.7 になってくると非常に明るく撮影はできるんですけども、逆に言うとフレームレートが 30p でシャッタースピードが60分の1にしてしまうと、かなりですね明るく、まあおそらく白飛びしているような感じになっちゃうんですね。じゃあどうしたらいいんだと、まあ、なので DJI はですね、こういった ND フィルターというものをですね、はい、用意しております。まあ、いわゆるですね、明るさを制御する ND フィルター、まあ、人間で例えると、まあ、サングラスをかけている状態でございます。こう明るすぎる場所だと僕たちもやっぱ眩しくて見えにくいじゃないですか。なのでサングラスをかけてあげることによって明るさを制御するっていうものをですね、まあ、こちらのレンズにもですねしてあげることによって、まあ、なので F 値が固定だったとしてもこの ND フィルターをつけることによって明るさを制御してあげることができるんです。まあ、その日のですね天気であったり外の明るさに合わせてこの ND フィルターがですね、まあ、3種類用意されているので、まあ、そちらに合わせて撮影することができます。というわけでまだまだですね進化してまいりました、こちらの DJI Mini 4 Pro いかがだったでしょうか。まあ、個人的にはですね 4K100fps でね撮影して、まあ、滑らかなスロー映像も撮影できますし、まあ、元々ですね 10bit で撮影できるようになっているっていうのもね非常にメリットを感じております。あとですね D-Log-M でね撮影できるので、僕どちらかというと、まあ、映像はですね後からカラーグレーディングするっていうことが多いので、この D-Log-M でですねカラーグレーディングもですねしやすくなったので非常に嬉しく思っております。あとはですねやっぱりこの障害物検知センサー、これがね本当にすごい進化してまして、全方位障害物をね検知してくれるので本当にですね安全に飛行することができます。あとはですねこの精度の高いアクティブトラック360度、まあ、これもねこれからの撮影ね本当に面白い撮影いろいろできるようになるなと思いますね。もうぶっちゃけねこのドローンでねいいんじゃないかなって思っちゃうぐらいいい。うん、だってこれ、まあ、いわゆるねこれエントリーモデルなんですけども、これだけ映像綺麗で写真もこんなに綺麗に撮れて、なおかつですねめちゃくちゃ軽い、これはね、まあ、登山やられる方もそうでしょ、まあ、僕キャンプやるんでキャンプにも持っていけるし、まあ、旅行先、まあ、荷物を極力ね少なくしたい場面にはね本当におすすめのドローンだと思います。まあ、近々僕ね北海道に旅行に行く予定なので、その時はですね DJI Mini 4 Pro をね持っていきたいと思います。そちらの映像もですねぜひ楽しみに待っておいてください。そのわけで本日もご視聴ありがとうございます。もしこの動画が参考になりましたらねグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、各種 SNS やってますのでねぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。バイ。いやー、どんどん進化してるなー。すごいっすよねー。